こっちがどうしても外側に行っちゃう。トドロキ整形アイドルトドロキちゃんです。よろしくお願いします。今日は久々に物を食べる動画。実はもうちょっとでクリスマスなんですよ。クリスマスが今年もやってくる、悲しかった出来事を消し。毎年この時期になるとケンタッキーフライドチキンが食べたくなる。私は時代の最先端を行く女。今年はこの CM が流れる前にケンタッキーを食べてやろうと思って買ってきました。ちょっとベッドの上で食べるのかなり衛生的にやばいと思うんですけど、食べちゃいます。いただきます。うめぇ。ケンタッキー食べるの多分2年ぶりとか。私フライドチキン大好きなんですけど、この外側部分だけ食べたいっていう欲望があって、いつかマダムになったらこのね外側だけをめくって100個ぐらい食べるっていう豪遊をしたいなって思います。でも北京ダックとかってこの内側食べないんでしょ。やば、もったいなって思うってことはやっぱ私庶民なんだな。コールスローサラダも買ってきました。なんかケンタッキーのコールスローサラダは美味しかったイメージです。めっちゃ入ってる、うまそう。コールスローサラダやっぱりめちゃくちゃ美味しいです。やばいな、これはハマるかも。てかもう鼻水がすごいんだけど、本当に花粉かな。あとはねビスケット、これみんな好きだよね。これうまいでしょう。デザートにも手を出しつつチキンを食べるという贅沢。うまっ。これは犯罪級。でもすごいよね、これをグランドメニューにした人。チキンっていうめっちゃ重いものを食わせた後に口の中の水分全部持ってかれるようなもそもそのものをさデザートにしたセンスパネ。ごちそうさまでした。みんなは今年のクリスマス何するの？私はね、何も予定ない。私の人生の中でバイト、女子会以外の予定が入ったクリスマスは経験したことがないです。クリスマスの雰囲気は好きなんだけどな。クリスマスソングも好きだし、クリスマスのイルミネーションも同級生と毎年見に行ってたし、でもその子はもう彼氏がいるから私とはイルミネーション行ってくれないんだ。今ねすごく喉が渇いてるんですけど、さっき冒頭で飲んでたメロンソーダがなんと床に落下しました。なのですごいの、床が今甘い。もう悔しいから後でデカビタ買ってこようって思って、今は喉がガラガラですが耐えてます。というわけで私のクリスマスは大方終わりました。はあ、今すっごいでっかい虫見つけちゃった。どうしよう、目が合ってる。こんにちは。あー結構ダメなタイプの虫だわこれ。何を話してたか忘れました。ごちろき。今日の動画もご覧いただいて誠にありがとうございました。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。